金沢にとってホーム開幕戦、2024明治安田 J3 リーグ第2節、スウェーデン金沢対 FC 今治、新たな本拠地金沢統合カレースタジアムからお伝えします。ホームの金沢4-1-4-1と予想しています。開幕戦から3人メンバーを変えてきました。キーパーは今日は山野井です。ディフェンスライン右から小島、山本、畑尾、石原、アンカーの位置に西谷、その前に島田と梶浦、右に大谷、左に加藤、ワントップマリソンと予想しています。アウェーの今治です。4-4-2と予想しています。開幕からメンバーは変わっていません。キーパーがセランテス。フォーバックが右から市原、白井、福森、加藤。ボランチにトーマス・モスキオンと新井、そして右のサイドにマルクス・ビニシウス、左に近藤、ツートップが山田と坂野です。一度味方のフォローを使います。加藤哲也から山田が収めて近藤、ここもつなぎます。ボックス付近、右足放ってきた、ゴールの左にそれました。両チーム通してファーストシュートはこの近藤高虎の右足でした。キッカーは新井です。右足でインスイングのボール、ゴール前ヘディングシュート、早速先制ゴール、ビニシウス2試合連続弾です。マルクス・ビニシウス、前節も決勝ゴール、そして今日のゲームでも驚異の得点力を誇ります。前半5分にも満たないところ、特別高さはありませんがヘディングの技術があります。ビニシウス、モスキオンが行く、アウトサイドで出したボールは近藤が拾った、インナーラップする加藤、近藤、近藤のクロス、大外ビニシウスだ、山野井ナイスキーパー、石原に競り勝って山野井が左手一本で止めました。抜け出す、右足でクロス、ヘディングシュート、今治のボランチはトーマス・モスキオン、そしてビニシウス、テクニックを見せます。石原をかわした、抜け出した山田のクロス、ここはゴールに流し込まれた、山本のり道の足に当たって金沢ゴールに吸い込まれていきました。0-2、まずはここテクニックでかわしていったビニシウス、縦に流れた山田貴文のこの非常に際どいクロスボールでした。ゴール前に坂野も詰めていましたが、その手前で山本則道が足を伸ばしたところ、ピッチ上が白く染まっていますので、おそらくボールを変えることが予想されます。今オレンジ色のボールに変わりました。セランテスのキック、山田です。山田クロスボール上げる、拾った、近藤、近藤まだキープ、山田の右足クロス、ビニシウスのヘッド、ポスト直撃、三度ビニシウス、176cm で目いっぱい飛んでいきます。右のサイドから新井のキック、ゴール前、もう一度新井です。右足で低いボールだ、坂野豊文、今治3点目、ベテランの坂野、前半のうちに今治見事3ゴールを奪いました。高さだけでなくハードワークが持ち味の坂野、
拾った新井の低いボール、右足で収めてしっかりゴールを見て流し込みました。ここで天候が落ち着いたということでボールが本来のものに変わりました。日本の J リーグに徐々に慣れてきているトーマス・モスキオン。そのモスキオン、ここは激しく寄せて奪いました。杉浦恭平、さあ杉浦恭平どうするか、杉浦恭平左足、金沢スタジアムリーグ戦初ゴールは8シーズン目を迎えているベテラン杉浦恭平の一撃でした。35歳のベテラン、自分で運びました。右のサイド梶浦という選択肢もありましたが、思い切って左足を振り抜きました。ここもキーパーの山野井です。長いホイッスル、 J3 リーグの第2節、今治が金沢に乗り込んできました。そして見事な連勝、勝ち点3を積んで素晴らしい滑り出しとなりました。